はい。岸田です。先日、二階幹事長死亡説なるものが流れ、これに対して二階幹事長ご本人がテレビ番組の内部で、そういう噂を流した者は叩き殺すと言われたのを聞きました。え平和と人権、また法の支配を主軸とする我が国では、噂を流しただけで、 叩き殺す罪というものは、うん、ありませんが、二階幹事長ならそういうことをやりかねないということで、私は非常に恐ろしい懸念を感じております。というのは、この噂を流したのは誰だろう私自身だからであります。匿名のツイッターで流しました。時を同じくして、総理秘書官の翔太郎が、 フジテレビの女性社員についつい国家機密をペラ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 と喋りまくってしまったという事案があり、やばい。じゃあ俺の匿名ツイッターもバレたんじゃねと思ったのですが、まあそれはバレていなかったようです。でも今日この席を借りて自分でこのようにバラしてしまった流れになったのは、いわゆるディープステートの陰謀の賜物で、 あります。えちなみに、総理秘書官の翔太郎は我が息子ですが、昨年、ガソリンスタンドのバイトをクビになったまま自宅に引きこもり、某広き系掲示板で、ロス・ジェネ・ワロタというスレッドを管理していることが分かり、慌てて官邸に招き入れ、口封じに成功したものであり、えかつて国民の皆様に 総裁候補演説の際申し上げた所得倍増計画とはまさに我が息子の所得倍増に他ならないという点は言うまでもありません。え、以上、ここからは総理の立場からは個別の事案になりますので申し上げることは控えさせていただきますが、高市大臣からもいろんな意味で釘を刺され、そして 私の革靴の中にもガビオがあったとだけ申し上げておきます。さて、二階幹事長ですが、前々から個人的な恨みが私はあり、昨年二階幹事長を幹事長の座から追い出したのもズバリ私です。そして、これは先ほども申し上げましたが、ズバリ私です。さらにこれも先ほど申し上げましたが、 二階幹事長に前々から個人的な恨みが私はありました。あとりあえず、文句を言うやつは増税だ、ということを積み重ねて、積み重ねてまいります。その他、あらゆる選択肢を排除し、私が一人で自問自答することで結論を出しますので、内閣も自民党も実質不要ということです。 以上です。質問は受け付けません。それではこれからは YouTuber 岸田、元総理 YouTuber 岸田ということで新しく始めていこうと思います。とりあえず税金100%にしてみたから第1話です。チャンネル登録お願いします。